その町並みが現在の近江八幡市でございまして、八幡山下町と呼ばれておりました。八幡堀は確かにお城のお堀として作られました。八幡堀川は八幡山に豊臣秀次公が築城されました。八幡堀の左右に設けられました石畳の遊歩道は最近になって付けられましたもので、昭和47年より始まりました琵琶湖総合開発により琵琶湖の水位は約100センチ下がってしまいました。当然八幡堀の水位も下がりまして、昔の水位は遊歩道の高さぐらいであったと想像されます。絵画展や写真展などが催されております。白雲橋をくぐりましたあたりから向こうに見えます大正橋あたりまでの景色は映画やテレビにもよく利用される景色でございまして、料理旅館京四郎、お布団で有名な西川商店本店、西川甚五郎邸と続いております。近江八幡は中山道に近接いたしております町でございますし、京都大阪にも近く街道の要所でありますから、人の往来も多くにぎわっておりました。またそればかりではなく、ご覧のように八幡堀には堀沿いに数多くの蔵が見られますことから、荷物資材の運搬はこの八幡堀が古城の主要路として大いに活用されておりましたことは、正面にご覧になれます八幡山は別名白翼山と呼ばれておりまして、ちょうど鶴が翼を広げ地に伏したように見えることからこのように呼ばれているのでございます。商人たちは火災から富や家を守るため防火壁の役目をする武圏を設けましたし、屋根には瓦を載せました。幸い琵琶湖の入り江である西の湖などにはヨシや水藻などが生い茂り、瓦を焼くための良質の土が近くに手に入ったこと、品物を残されておりますために、四季折々の見どころも多く、春は花、夏は柳、秋の紅葉に冬の雪と、一度訪れた皆様方を再び八幡堀へと導くのでございます。特に改めて弓江八幡宮に奉納され
間でしたが、大井商人が体験いたしました八幡堀の船旅はいかがだったでしょうか。ご乗船いただきましたお客様はきっと大井商人の心意気が乗り移り、今後はますますご商売が繁盛することとお察し申し上げ、本日のご案内を終わらせていただきたいと思います。下船の際にはお忘れ物のないようにお願い申し上げます。Thank you.
か。靴は脱いだ。そこにちょっと危ないですか。よっ頭がつれる。はいはい。安定してますね。まっすぐ進んでますよ。